はい、ということで肌年齢が19歳という結果が出たということなんですけども、改めて感想を聞かせていただけますか。そうですね、でもちょっと怠けるとすぐにこう剥がってしまうので、やっぱりちゃんと保てるように日々手を抜かないようにしなきゃいけないなって思いました。今回目標を掲げてらっしゃるんですけど、目標を言っていただいてもよろしいですか。もちもちつるるん肌、はい、今回この SK-2 のブランドのカラーがちょうどこう赤と白というコアカラーになっていますが、前回コアカラー歌合戦の司会をされたということで、やられた感想をぜひお聞かせいただけますか。そうですね、こうお歌とかもあったりとかしてすごく緊張して、リハーサルとかより思った以上に本番が緊張しちゃったんですけど、でなんかちょっと失敗もあったんですけれど、そうですね、本当に嵐の皆さんにいろんな方に助けていただいて、はい、もし何か司会とかってやることがあるんだったら次はこうもっと歌手の人が気持ちよくこう送り出せるように練習してまたやりたいなっていうふうに思います。年を挙げて初めてということで、2014年今年の抱負があれば聞かせてください。そうですね、やっぱり今を大事に生きていきたいなと思います。チャレンジしてみたいこととかありますか。なんかあんまり見たことのない分野の映画とかをたくさん見たいなっていうふうに思って。